パーカーブラザーズはアメリカの会社。玩具、ゲーム類に関して世界有数のメーカーであり、モノポリーの初代発売元としても知られる。パーカーブラザーズはジョージ・パーカーによって設立された。セーラムにできたこの会社は当時、ジョージ・エス・パーカー・カンパニーと呼ばれていた。ジョージ・パーカーは16歳だった1883年に初めてのゲームを発売している。 1888年に弟のチャールズが会社に加わった際に社名も変更している。1898年にはもう一人の弟であるエドワードも参加している。最初の数年間、ジョージは様々なゲームとそのルールを考案していった。アラスカのゴールドラッシュをもとにしたクロンダイクや米西戦争をモデルとしたウォーイン・キューバのように、 歴史的な出来事をモデルにした作品を多く発表している。ジョージ・パーカーが1952年に没した後、1968年にパーカーブラザーズは食品会社のゼネラル・ミルズにより買収された。1985年にやはりゼネラル・ミルズの子会社になっていたケナー社とパーカーブラザーズが合併したが、この会社は1987年にトンカ社に買収された。 トンカ社は、ハズブロ社に買収された。ありがとうございます。